熊代正人は、愛媛県上受け郡熊高原町出身の、プロ野球選手、宇藤右内ち、埼玉西部ライオンズ所属、今治西時代野球ファンだった祖父の影響を受け、プロ野球選手を志す。祖父は小学校2年生時に亡くなったが、生前に、必ずプロ野球選手になるとの約束を交わしていたと、いい、国別式の日に、祖母から渡されたアイスの防衛。 絶対プロ野球選手になる剣と書き記し,るし祖父の霊前に備えた。その後、柔道を習い始めるが、それと並行して、小学校4年生より、地元の野球チーム、熊ク,クラブで、公式野球を始める。クラブでは全ポジションを経験。愛媛県立今治西高等学校では、投手圏外野手として、第88回全国高等学校野球選手権、大会。 第79回選抜高等学校野球大会、第89回全国高等学校野球選手権、大会と3度の甲子園を経験する。最後の夏ではエースで4番を任され、1回戦で、八代東高、2回戦で、奥間良友擁する大見高等学校を破り、3回戦では、佐藤幸万を擁する、文政芸術大学附属高等学校を相手に9回に、 決勝本塁打を放ち、チームのベスト8進出に貢献した。準々決勝では、野村雄介、羽生昌平、植本総士、小林聖治を擁する高齢高等学校に敗れる。甲子園における打撃成績は通算打率421、1本塁打、8打点を記録。投手としては、最速時速143キロメートルをマークし、75回3分の 一応投げ実績点27、防御率3.23の成績を残している。なお、甲子園で放った、ホームランボールと完封した試合のボールは共に、祖父の仏壇に備えた。高校卒業後は、社会人野球の日産自動車に入社し、内野手に転校する。一年目の2008年から、レギュラー選手として起用され、チームの第79回、第80回の二度にわたる、 都市対抗野球出場に貢献した。2009年11月、同社野球部の休部に伴って、王子選手へ移籍。移籍と同時に、外野手へ転校し、同社でも、第81回都市対抗野球大会への出場を、果たしている。2010年10月28日に行われた、プロ野球ドラフト会議において、埼玉西部ライオンズから6巡目で指名を受けた。2011年は、 開幕を2軍で迎えた。打率は2割台前半であったもののチーム最多の儀打、三塁打、四死球を記録し、6月5日に、不審の上本達之に代わり1軍に昇格した。6月11日の対阪神タイガース戦では9番、左翼手としてスタメン起用され、プロ入り初安打を含む2安打1盗塁を記録した。その後は主にダイソーや試合終盤の守備固め要因として起用され、 公式戦前日程終了までに軍落ちすることなく、一軍に帯同した。2012年も、ダイソー、守備がため要因として4月の一時期を除き一軍に帯同。左投手相手には、スターティングメンバーとしての起用も多かった。8月17日の対東北楽天ゴールデンイーグルス戦では、ホセ・フェルナンデスの大飛球をキャッチし、シーズン二度目となる、トリプルプレーを成立させた。 スイッチヒッターにも挑戦したが、左打席の完成度は低く、右投手相手には代打を出されることが多かった。二軍落ちの理由も左打席の習熟であった。2013年は、開幕一軍入りするが、出場試合数、打席数は、前年をわずかに下回った。2014年のシーズン開幕前、監督の井原春樹から木村文則や斉藤翔吾と、共に2番。 右翼手の候補として名を挙げられ、実際に2番右翼手として自身初となる開幕スタメン入りを果たす。しかしシーズン通しての試合出場数は前年から減少した。2017年は1軍での出場はなかった。2018年は守備固めとして25試合に出場したが打撃では無安打だった。2019年、主に控えとして33試合に出場。 持ち味の一つである俊足を活かすため、2011年シーズンオフの周期練習より本格的にスイッチヒッターへ転向すべく練習を開始したが、2013年3月21日に両内から再び右内に登録変更された。青々と反り上げた坊主頭がトレードマークであり、その要望から同僚からはたこ焼きと呼ばれている。2011年12月8日、 今治成功時代の同級生と入籍したことが発表された。2012年8月17日でお立ち台に上がった際、以前トークショーでやることを宣言していた、熊さんポーズを披露するも、やる前にそのことについて触れた際、多くのファンだけでなく、インタビュアーからも認知されていなかった。2013年9月29日、長男が誕生、同日の対千葉ロッテマリーンズ戦に代走として、 途中出場、試合中に誕生を伝えられたという、試合は延長戦となるも、プロ入り後初めてとなるサヨナラアンダーを放ちチームを勝利に導く。ヒーローインタビューの中で、試合中に長男が誕生したことを自ら観客に報告した。2016年6月2日、自身の出場はなかったものの治療により、ヒーローインタビューを辞退した高橋光成の代打としてお立ち台に上がり、 高橋になりきって、インタビューを受けた。また勝利時にサインを書くプレートやボールにも、コーナー17と代筆した。2019年9月11日、試合前にエンジンを組んだ時に、辻初彦監督のお面をかぶって、劇を飛ばし、チームは勝利した。また、9月18日には、お笑い芸人、オードリーの春日俊とのお面をかぶり、チームはまたも勝利。日々、 声出しを担当する熊代は本当にありがたい。全員分のお面を作ってほしいくらいと球団に要望した外野守備内野守備。ありがとうございます。